こんばんは、茅ヶ崎市議会議員の長谷川由美です。今日は、座席の取得ができませんでしたって来たよ。大丈夫かな。予約をしてあったはずなんだけどな。もう5人の方見ていただいているようでありがとうございます。でもちょっと今日は画像が暗い感じがする。ギリギリで帰ってきたためにかなりおせおせな感じになっております。ちょっとこれじゃあ顔が見えないくらい暗いかも。こうかしら。これじゃ暗いね。こうですね。こいらですね。こんばんは。5人の方見ていただいていてありがとうございます。今日は、これで顔見えてる？っていうか映ってるこれ。どうなんだろうか。見えていらっしゃいますでしょうか。座席が取得できませんでしたというのが、来てしまいましたが、大丈夫なのかな。読み込み中になったまんまになっていますね。リロードしてみましょうか。はい、これでどうやら、暗いけど音声も画像もバッチです。ありがとうございます、ちょっとですね、ここにある電気をつけてみようかと思いますので少々お待ちくださいませ。喋りながらやらせていただきます。どうなっちゃってんだかね。よいしょ。今日はですね、神奈川県議会の人やら、みんなの党の神奈川県内中の議員が、中西参議院議員や浅尾衆議院議員と一緒に、よいしょ、みんなで集まる会がありまして、そちらに行って慌てて帰ってきたので、一人で今から PC に向かって放送をしていますので、ちょっと暗いけどごめんなさい。なんか顔がガビガビしちゃってるね。大丈夫なのかしら。でも画像もバッチリって来てたもんね。はい。今ちょっとこっちのね、明かりをつけたので少しは明るくなったかと思います。今日ももう6人の方見ていただいてありがとうございます。でですね、今日は何の話からしようかとか言うと、猿の話。猿の話。茅ヶ崎にどうやら猿が出没しているというのを皆さんご存知でしょうか。ですね。なんかね、猿が出てて、これには、iPad。25日ぐらいからかな、どうやら、茅ヶ崎市内で猿が、見かけられたようです。藤沢にも出没して、藤沢まで行きましたか。なんかね、今日乗ってたね、話によるとですね、東海岸南とかの方に随分出ているようで、茅ヶ崎はね、なんか、どこだ？はい。市のホームページの方に、トップページの一番上のところに、猿出没注意情報が載っていますよ。なのでね、どうぞ。9月25日8時10分頃、浜竹4丁目付近で猿を目撃したとの情報が寄せられました。そして、8月27日に目撃された猿が、その後、県内東部を回り、再び市内に戻ってきたものと思われます。ということで、茅ヶ崎市内では、猿に対する心得というのが、ホームページにも掲載されていますね。餌をやらない、近づかない、目を見つめない、からかわない、大きな声を出さないっていうようなのが、猿に対する心得ということで、見えんのかなこれ。見えないか。どうだ。あんま見えないね。でも、ちょっとわかる？猿に関する心得。こんな感じで、市のホームページの方に載っていますので、ちっちゃいお子さんがね、いらっしゃるようなお家はね、危ないですから、どうぞ、こういうね、心得だけでも読んでいただいて、ちょっとチェックしていただいたら、少しは安心かなと思います。私は、茅ヶ崎市議会生き物係と自分を言っているんですけれども、茅ヶ崎市内でね、やってくる動物、例えば、去年はウミガメが、一頭一匹亀の数え方を分かる人いたら教えてください。茅ヶ崎にはね、やってきてね、どうやら産卵をしたんですが、みんなに言うとね、そこの産卵場所が荒らされてしまって、卵が、壊されちゃったりするということで、一般には散らされませんでした。光が壁ではなく、当たるようにしたらいいと思う。というかね、どうやったら当たるのかいまいち分かってないんだ。こういうふうに、今、PC を持ってですね。こっちの方がいい。こっちの方がいいね。こっちの方が明るいですね。
どう。こっちの方に。おいら。こんなところですかね。今、膝から10センチぐらいのところに PC を持っているので、ちょっと苦しい体勢になっていますが、あと、24分ぐらい、この格好で持ちこたえられるんだろうか。はい。もしくは、ここいいかもしれない。どうだろう。ソファーの肘掛けのところに PC を置いてみました。ちょっといつもと、ここの方がいいですね。こっちの方がいいですね。はい、いいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、ここで、ちょいとくつろいだ感じで放送させていただこうかと思います。はい、なんだっけ、生き物がかりの話ね。茅ヶ崎、去年、ウミガメが一匹やってきたという話や、今、猿出没注意ということで、どうやら8月に目撃されたか、猿がまた茅ヶ崎市内に舞い戻っているようでございますという話や、それからですね、去年来たといえば、アザラシが来たよね。パミュちゃんとか言って、バーニューちゃんとかも言われていた、アザラシの子供が相模川に来たりしていましたね。それから去年で言うと、塩蔵の方でカミツキガメが見つかったりとかね。その都度、割とツイッターや市のホームページなんかにも掲載をされています。今年、記憶に新しいところでは、ヒョウモンダコっていう毒性の強いタコが漁港で見つけら、発見をされて、普通は暖かい方の海にいるそうですけれども、今年は茅ヶ崎に来ていたということでね、海のレジャーの時期にそういうヒョウモンダコが来たので、中には危ないんじゃないかということで、中止になったイベントもあったというように聞いています。海辺の町でね、川もあるから、そういうね、海洋の生物であるとか、川にね、生息している生物たちも茅ヶ崎では見ることができる。昔はこの湘南海岸にはたくさんのウミガメが来て、亀産卵もしたということですが、今は残念ながらなかなかそういうチャンスは、そういう姿を見ることはなくなってしまいましたね。それと、例えば茅ヶ崎市が動物に使っているお金であるんですけど、何にどれぐらい使っていると思いますか？なんか、心当たりがあるという方は、ちょっとコメントをくださいね。どんどんコメントをいただければと思います。せっかくにごま生だからね、テレビ電話のように喋っているように放送できたらなと思っておりますのでね。はい。茅ヶ崎市で、動物に使っているお金というのの中に、動物の遺体処理っていうのが、死体処理っていうのがあります。例えば、道で、犬や猫が引かれちゃったとか、そういう時に使っているお金と、それから害虫駆除ということでね、動物に使っているお金があるんですね。で、死体処理の方に一体どれぐらい使っていると思いますか？年間で。ピンポーン！ 1000 万円ぐらいというね、コメントをいただきました。そうなんです。年間で約1000万近く、その動物の死体処理業というものに、費用がかかっています。これはよくあるね、殺処分とかっていうことではなくて、本当に、道端で死んじゃったとか、飼い主わからないとか、本当に、タヌキが出てきて、死んじゃったっていうのを、茅ヶ崎市では、動物愛護の、協会の方にね、委託をしまして、そういうふうに、そういうところで処理をしていただいて、その委託料として払っているのが約1000万というのが例年でございます。それからいろいろコメントをいただいておりますね。市議なんてボランティアでいいよな。戦前の小自治はそうだったらしいよ。そうですね。政治がボランティアでできるという世の中であれば、私も議員というのはボランティアで十分だと思います。ただね、今の日本ではなかなかね、普通の会社に勤めていて、政治に関わると、それだけで会社に居づらくなってしまったり、そういう社員さんを認めない。もしくは、ボランティアとして、どこかに何か仕事をしに行くであるとか、政治に関わるっていうことを、まだまだ認められないというのが今の日本の社会なので、その間はやっぱり難しいかなと思いますね。私たちも暮らしていかなければなりませんのでね。暮らすために議員をやってはいけないけれども、議員だからといって暮らすことができないのでは、議員をやっていることができないので、もっとボランティアっていうものに、様々な、ところでね、ボランティアっていうものやら社会活動っていうもの、そういうものがもっと認められたらいいなと私も思っています。
政治と宗教は色がつくからな。そう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 、色がついたってすごい言われちゃうのね。だから、例えば、あ、ごめんなさいね、今日はソファーのですね、肘掛けのところに PC を置いて放送しているもんですから、私がそう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 と言うと画面も揺れます。ということで、ご容赦くださいね。政治と宗教は色がつく。そうなんです。例えば、公共施設では、政治活動と宗教活動はしてはいけないっていうふうになっているんですね。ただ、政治やね、宗教っていうものが悪いことではないと私は思うんですよ。その時に政治や宗教活動を公共の施設ではやってはいけませんってなると、お金を払って、要するに利益を上げるための場所を借りてしかできなくなっちゃうんですね。それってやっぱりボランティアでは政治できないよねっていうことにつながっていっちゃうんじゃないかなとか、それから学校などのね、行動なんかも一般に貸し出してるところありますよね。そういうところもね、やっぱりね、政治と宗教はやってはダメっていうところなんですよね。政教分離は無理ですね。わかりますっていうコメント。政教分離ですよね。政治と宗教を分離するのは無理ですよねっていうお話ですかね。これはちょっとまたお話がちょっと違ってくるかと思うんですが、例えば政教分離で言うとね、今年の5月、違うか、3月かな。とにかく今年に入ってからの茅ヶ崎市議会の中でですね、浜折祭。皆さん大好きな浜折祭。私も大好きな浜折祭ですね。茅ヶ崎の伝統行事である浜折祭を、もっとね、学校や地域の中でも理解を進めて、これから先もずっと続けていけるようにしていった方がいいですねっていう発言があったんですよ。そしたらね、そのことに対してね、とある他の議員から、動議がかかりました。要するに、まあ、今会議を止めて、今の発言はおかしいっていう時に、まあ、動議をかけるんですけれども、動議がありまして、その理由というのが、浜折祭は宗教行事、神道の宗教行事でもあるので、そのことについて学校で取り扱うというのを、市が容認する、または認めるのはおかしいという意見だったんですね。で、まあ、ちょっとその時、議会は休憩になってですね、それで、その発言をどうするのか。取り消すのか、それとも、説明をした上でこのまま会議を続行するのかということになりました。で、そのことについては市の方からも、浜折祭は市の宗教行事ではなくて、この地域の、地域の伝統行事であって、神奈川県の無形文化財に指定をされている行事である。ということで、これは宗教行事として捉えるのではなくて、地域の伝統行事として捉えた上での発言であるというような説明がありまして、動議をかけた議員もそれは納得をしましたということで、収まりがつき、議会が、議論がね、再開をされたということがありました。で、これは、政教分離は無理ですね、わかりますっていうようなね、こういうお話にも関わってくると思うんですけれども、ある意味ね、そういうふうに、なんていうのかな、議論ができる場っていうのがあるっていうのはものすごく必要なことであるっていうふうに私は本当に実感をしましたし、こうして自分が正しいと考える物事についてしっかりと発言ができる場を市民の皆さんのね、一票一票いただいた票のおかげで今そういう立場にいさせていただいているってことにすごく感謝をしたのがこの事件ではないけど、出来事でもありました。そういう立場っていうのが、議員の立場なんだなっていうのをものすごく実感したんですね。その、ダメって言った議員にとっては、それはもう宗教じゃないのっていうふうに捉えられたし、伝統行事を大事にしたいって言った議員にとっては、それはもう当然、浜折祭っていうものを大事にしていきたい。地域のお祭りっていうものを大事にしたいっていう意味での発言ですから、そういう意見が出し合われて、そのことについて判断をしていくっていう議会っていうものは、ちゃんとこういうことでもね、機能しているのかっていうようなふうに、思いました。そして私はそのように、同じように発言をすることができるという議員という仕事を2695票いただいて、させていただけていることに、とても感謝をしております。
それから、さっきね、そうそう、年収はいくらぐらいなのっていうご質問いただきました。茅ヶ崎市議会で言うと、年収で大体、750万ぐらいかな、になります。ただですね、私たちは国民健康保険、国民年金なんですね。なんと、今年の6月から、ついにですね、私の国民健康保険は月に67,500円という非常に高額なものになりまして、それから国民年金16,000円ぐらいっていうのを毎月引かれますね。そして市民税などはもちろん皆さんと一緒に引かれます。さらに議員っていうのは必要経費が一切認められておりません。ということで結構苦しいです。次のね、選挙にね、向かってもやっぱり貯金をしないと足りなくなっちゃうしね。もし本当にね、市議がボランティアでできて、選挙活動っていうものがボランティアで、市民がね、たくさんの市民がボランティアでやることができて、その間はちょっと会社をお休みすることもできたりとかっていう日本の社会であったら、こんなに健康、こんなに、選挙にもお金がかからないし、そう、っていうふうには思います。それから、次。議員って副業禁止なの？議員は副業は禁止ではありません。例えば、茅ヶ崎市議会議員の中には、板前さんをやっている人とかね、会社に席を置いたまま、最低の賃金をもらって会社員として、でも、議員の人とかね、いろいろいらっしゃいます。商売をやっている人というのもいらっしゃいますね。それは違憲の基準が出てるよねっていうのはさっきの宗教分離の話ですね、きっとね。まあいろんな見方ができるよねっていうのもさっきのお話だと思います。はい、そうだと思います、私も。保険高い。そう、保険高いでしょ。67,500円って結構厳しいっすよ。はい。金持ちほど健康なのにな。議員は国保だよ、当然。金持ちほど健康なのになと、議員は国保っていうのが私にはちょっと伝わんないけど、議員は健康でなきゃダメですね。先生はどこの政党を支持してますか？支持というより、私はみんなの党に所属をしております。そして、できれば、先生は辞めてもらえると嬉しいな。先生と呼ばれるのはあんまり好きじゃありません。700万の年収あれば36万の健康保険払うの楽勝じゃん？ 36 万じゃないよ。月に67,500円で10ヶ月だから、675,000円だよ。それから6万も払うんだったら、国保に入らない方が得なんじゃない？私もほとんど病気をしないので、入らない方が得っちゃ得かもしれないんですけど、議員として、得じゃないから国保入らないってちょっと言えないですよね。ダメだと思う、それ。議員だとして、議員として国民年金も払わないはなしだしね。となってくるとね、しょうがないです。先生だよ、作家も先生じゃん。民法の委任職だよ。無償でも全館注意義務？無償でも全館注意義務？全館注意義務？ちょっとごめんね、ここわかんない。先生だよって、先生、先生って呼ばれるのがね、嫌いな理由は、別に偉いわけじゃないっていうことと、それから、先生って呼んどきゃいいだろうっていう人が多いのが嫌なんだよね。23の続き、ごめん、間違えた。でも、自営業者は払ってるんだよ。これ国民健康保険の話だよね。そう。だから、議員もね、払って当然だとは思いますよ。無償でも全館なんとかっていうのはわかんない。民法知らないのとところにかかってくるんだ。全館注意義、全、この、ひらがなで書いてあるところの部分がごめんなさい。ちょっと私、理解をしておりません。そうだ。先週さえ、約束したことを思い出したんですけど、あと10分でごめんなさいね。ポニーテールするって言って、時間なくて忘れてました。ポニーテールの真似。来週こそちゃんとポニーテールします。ごめんなさいね。いろんな人に意見をいただいて、それをいろいろここでやっていこうと思ってるのに、ポニーテールするの忘れました。申し訳ございません。はい。それから、
それからなんだっけ、次次、先週のね、お話の続きで、今日お話をしようと思ったのが、先週、茅ヶ崎警察署はどこに、移転をするんですかという質問がありました。で、ちょうどね、その資料が出てきたんですね。なので、ちょっとこれをもとにお話をしようと思います。今日はカメラがあんまりはっきりしてないから G は見えないですかね。はい。この間、ジャスコのね、隣、イオン、今のイオンのね、隣のところに行くのですかっていう質問があって、私、隣じゃないよねって言っちゃったんですけど、まあ、私のイメージから言うとですね、駅から見て、ジャスコの向こう側なので、隣っていうイメージを持ってなかったんですが、おっしゃる通り、駅から見ますと、イオン茅ヶ崎中央店の北寄り側のところに、紅葉用地っていう、もともと、なんだっけ、資源物選別処理施設跡地が今はあるんですね。はい。この資源物、例えばほら、前は、缶とか瓶とか、そういうものを持ち込んでいいところが、イオンの向こう側にあったじゃないですか。あちらが、寒川に広域リサイクルセンターということで、リサイクル物を扱う工場ができるので、できたので、ここは今、空いているようになってるんですね。で、そこに、予定としてはですね、茅ヶ崎警察署と、それから、茅ヶ崎地域医療センターを移していこうというような、計画があります。茅ヶ崎警察署はね、県内の中でもですね、とっても古い警察署、建物がとっても古い警察署の一つで、警察っていうのは県が管理してるからね、市が直接管理しているものではないんですけれども、今度は、そちらの方に、新しく建て直しっていうか、移転して新しく建てようというようなことで、今調査、計画、研究などが進んでおります。それから、このもう一つの、茅ヶ崎市地域医療センターについては、休日夜間救急診療などを行っているところですね。こちらも、昭和56年に建設をされた施設だということで、耐久性などに問題はないけれども、かなり老朽化をしているということで、ジャスコの駅から北寄りのあたりに新しく作っていこうというようなことで、今、計画を、基礎調査業務だから、どのようにしていったらいいかというようなことを調査をしましたという資料が、去年やったの、今年の3月に出まして、議会の方にも、去年の事業として、この調査が去年の事業として、資料が上がっているわけです。休日夜間救急センターについてはね、去年の10月から、平日と土曜日のね、夜8時からかな、診療をするようになりましたね。っていうのも、特殊会病院がね、藤沢に、辻堂の方に新しく行ってしまいましたので、そちらの方で、市内の医療環境が変わってはいけないということで、医師会の皆様にも協力をいただいて、休日夜間救急、休日夜間休館センターですね。休日夜間休館診療所が、空いている時間が多くなったというのがありました。そんなわけで、移転するんですかって、これは警察署のことですね。そういう予定になっております。今の警察結構古いじゃない、結構暗かったりもするのでね、怖いですね。それから、次々、善良な管理者の注意義務と事故の同一の注意義務は飽きるくらい問題解いた。さっきの続きね、これ、ありがとうございます。漢字の方をね、ひらがなだったところをね、漢字に直していただいてありがとうございます。問題解いたっていうことは、そういう試験を受けられたんですかね。司法試験とかそういうのを目指していらっしゃる方なのかしら。もしくは学生さんなのかな。飽きるくらい問題解いたということなので、はい。そういうお勉強をされていらっしゃるのかな、なんて思います。はい、これが、茅ヶ崎警察署がどうかな。議員には試験とかないの。試験っていうのはないですね。選挙が試験みたいなもんちゃうもんかな。4年に、例えば茅ヶ崎市議会議員の場合だと4年に一遍。参議院議員だと6年に一遍。それから衆議院議員だと4年間、最高4年間の後に、間に何回あるかわからないっていう選挙が試験とも言えるかもしれないですね。
茅ヶ崎駅の建て直しも楽しみですね。あ、ラスカがね、駅ビルのラスカが増床になりますね。1.64 倍の広さになる。床面積で 1.64 倍の広さになります。ということで、これに関してはですね、そのラスカの中にね、市としても使える広さ、場所というのを確保してほしいっていうことで、私は市議会で発言をしています。というのも、期日前投票所がね、駅前のね、駅ビルの中とか、ラスカの入り口とかにあったら、もっと皆さん投票もしやすくなるんじゃないかなとか、それから、役所が混むといえば、確定申告の時ですよね。確定申告の時期に役所まで行かなくても、例えば駅でできたら、それは便利なんじゃないかなというふうに思っています。選ばれたんだから期待されてるんですよね。ありがとうございます。選ばれたんだから期待されいただいていると思って頑張っております。議員は選挙だよ。市民による試験だよ。そうそう、本当これ試験だと思うわ。期日前投票所がラスカにあればいいね。実現してください。ありがとうございます。私もね、これを実現したいと思って、市議会でももう2回取り上げております。市の方でもね、少し、こう、なんとか事業者は別、要するに民間事業者ですからね、ラスカはね。でもそちらの方と話をしていくということで答えをいただいていますので、ぜひともやってほしいと思います。ラスカに娯楽施設を増やしてほしいな。娯楽施設ってさ、いうのさ、娯楽施設を増やしてほしいなっていうのは、例えばゲームセンターとかそういうことかな。それから行政法くらいわからないと、役所の部長、課長と話通じないでしょう。ありがとうございます。行政法くらいわからない。さっきの私が、って言ってたやつですね。ありがとうございます。確かに、そうですね。行政法ぐらいわからないといけないと思います。頑張ります。申し訳ないです。それから次何そう、合併ね。藤沢は、茅ヶ崎は藤沢の合併した方がいいわ。分かれてる意味がない。例えば、みんなの党としては、同州制っていうようなことを言っていて、そうなれば、おそらく、茅ヶ崎、藤沢、寒川あたりが一緒になるっていうような大きさのものが、行政をやっていくにいいのではないかという考え方をしていますが、分かれていて、意味がないっていうのは、ちょっと分かんないかな。そう、合併いいね。湘南市構想は、今話してたところですね。はい。そうですね。例えば3つ合わせると70万とか80万とかっていう規模になってきますので、工場を1つ持つとかいうようなことも、財政規模大きくなるっていう意味ではありだと思います。ゲームセンターとかですね。そうですね。あ、ラスカの話はそうなんですね、やっぱりね。ゲームセンターはそうですね、あの中にはないですね。あそこは JR のビルなのでね、なかなかしも、口出し出せないところ、できないところなんですけど、駅は本当に多くの人たちが集まるところでもあるので、災害時のね、対応などについても、市と連携をしなければいけないということで、市議会で発言をしております。一緒になる意味わかんないよ。これは合併の方の話ですね。一緒になるメリットっていうのもあるし、一緒になった時の、デメリットっていうのも実際ありますからね。茅ヶ崎はやっぱり茅ヶ崎だっていうノリがね、どうしてもある街ですからね。他と一緒になって、茅ヶ崎っていうものがなくなっちゃうようじゃ、やっぱり私も嫌だなとは思います。JR のビルなの？ラスカはそうです。JR の系列の会社が持っているテナントビルです。茅ヶ崎の海をもっときれいにしよう。はい、きれいにしよう。これは大賛成です。ほとんど生活圏も同じで、地形などの境もないのにわざわざ分ける意味、分けるよりでかい方が住民サービスが良くなるどこも、こういう考え方もあります。大熊とかあったゲームセンターも潰れたし、藤沢までゲーセン行かなきゃならない。なるほど、そうなのね。茅ヶ崎にはちょっとゲーセン不足なのね。サザンビーチは石が多い。裸足で歩けない。そうなんですよ。あそこね、やっぱり石が多く入ってしまっているのも現実なんですが、ビーチクリーンが実はあそこは入れないのでね、残念なんですよね。みんなの党か、比較的裕福な人と裕福だと勘違いしている人が支持する党だな。そうですか。そういうご感想なわけですね。あと29秒になってしまいました。茅ヶ崎一度行ってみたいです。ウェルカムです。どうぞ来てください。あとたった22秒と今日もね、早く過ぎてしまいました。見に来ていただいた方ありがとうございます。今日はちょっと、パソコンからだったんで見にくいかも。お疲れ様です。ありがとうございました。本当あっという間。また来週も見てねー。